分さん。めんこい女の子が店先に。みなしごが都に紛れ込んだようで、お腹を空かせてかわいそう。日和様、お分かりいただけますまいが、拙者今でこそ京四郎などと名乗っておりますが、父君おでん様の家臣にして赤座や九人男が一人、伝次郎にございます。え、伝次郎、本当？まことです、日和様、お久しゅうございます。伝次郎、また会えるなんて。あれからどうなさってましたか？川松が私を逃がしてくれたの。そうですか、川松のやつが。しかしならば川松は飯塚に。私が一緒じゃ。川松、私にばっかり食べるものくれて、自分は全然食べない。きっと死んじゃうよ、私怖くて。日和様、拙者をよく見てください、拙者のこの顔。怒りという妖怪に取り憑かれたこの顔では、指し物金右衛門たちですら気づきますまい。それが好都合。拙者のことはいつか来る決戦のその瞬間まで、たとえ味方にさえ他言無用に願います。川松に代わり、あなたは今日から拙者がお守りいたす。なお小紫とお名乗りください。